小説「利休になった日」第75話前回までのあらすじですふと目覚めると千里休になっていたここは1590年の京都平成時代から何人もの人がこちらに来ているという千里休になって9日朝は茶道の練習はお休みにして乗馬書道茶尺削り生け花を体験した私は茶尺正宗を作った上達具合を見比べるため細川が預かるそうだ 生け花が終わる頃すっかり夜になっていた今日のおまけはひしの種類についてです 2> 第2章小田原聖伐第7節馬と書と花と料理第7.8節千家でお宝探し何もない一日朝目覚めると床の間には何も置いていないことに気づいた私床の間に何もないのは寂しいな何かないかな 私はふと自分の家の間取りも知らないことに気づいた京都樹楽亭の一角にあるこの屋敷は利休のために作られていた家である私が寝ている部屋は四畳半の茶室と思われた隣に見える書院ではよく食事をとる確か細川が色付き球馬書院と呼んでいたそうはその書院のさらに向こうにあるヒノキ作りの書院で寝ているようだ反対側に小さめの茶室が見える まずはそこへ行ってみよう。茶室の横には物置がありなんだかよくわからないものがいっぱいあった穴の開いたひしは船幽霊対策だろうか私出るのかなまさかね枠だけの炉と大きくて白い覆いのようなものがセットになっているその横に小さな標識もあった私きっと炉に関係したものだろうけどこの標識は一体何だろう 新台豆の横には黒い板がたくさん並べてあった。長い板は新台豆の上に載せる番だろうか。長い板の半分の大きさの板は確か床の間で花入れを載せていた気がする。角の形が少し違うものや丸いものもある。私、花入れを載せた台は薄板とか言っていたような。 竹と木でそれぞれできたろうそくてがいっぱい置いてあった私騒音が夜になると廊下のあちこちにかけて回っていたがここにあったのか他に黒い瓦焼きの長方形の壺があり蓋を開けると灰が入っていた私焦げ臭い燃えかすでも入れるのかな石臭と茶壺の横には長さの違う紐がたくさん置いてあった私 とりすするるには太すぎるなとりあえず茶室に入ることにした二条間の茶室には達筆すぎて読めない掛け軸が飾られていた茶席には何も置いていない私とりあえず寝台室を持ってくるか水屋には見慣れた道具が置いてあった私茶碗と茶筅茶巾と茶杓、これを2つ持って作って1つを天目台に載せるはず うるおえで並べたダイス飾りは何かが違った。そこに騒音が現れた。騒音。利休様、こちらにいらっしゃいましたか昼ご飯ができております。どうぞおいでください。私、ありがとうございます。では行きましょうか。騒音。あら、夏目と茶入れが逆ですね。何か新しいことでもされているのですか私、はい。次の茶会で弟子に試験でもしようかと思いまして。 ソーンはさすがですね。ソーン、ありがとうございます。ささ、ご飯が冷める前に参りましょう。その場はなんとか乗り切ったが、そうだ、ソーンがいたんだった。午後は注意しよう。昼食を終え、私は昨日教わった茶尺削りをすることにした。2時間以上かけてできた茶尺はどことなく曲がっていた。私、歪んでる。ちょうどその時、ソーンが声をかけてきた。ソーン、 休様、私、少々出かけてままいりす。あら、その茶色は私、えー、っと、そう、銘をゆがみと名付けるために作りました。そう、ゆがみというと、細川殿の茶色にありましたね。面白い作為だと思います。手などを切らぬよう、お気をつけてください。では、行ってまいります。私、はい、行ってらっしゃい。 歪みと名付けられた茶尺をその辺に置き私は書道の練習をすることにしたさて何を書こう私そうだ祖母に教わった枕草子を書こう春はあけぼのようよう白くなりゆく山際少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたるだったかな何度か書くとすぐに飽きてしまいいつの間にかその場で眠ってしまった 何時間経ったんだろう辺りはすっかり暗くなっていた。そう、ただいま戻りました。騒音の声で目が覚めた。私、お帰りなさい。夕飯は何ですかそう、良い魚が手に入りました。今日はそれを調理いたします。私、それは楽しみです。夕飯が終わり、私はすぐ床に着いた。とても平和な一日だった。私、一週間に一回は休みたいな。時は桃山時代。 この平和な一日が何よりの宝物だったことにその時はまだ気づいていなかった、えー、今日のおまけはひしの種類についてですまず名称ですが えっと最初、ひさごと書いてひ、ひょうたんと書いてひさごと読むんですけれども、これからひさくというように言うようになったのが最初みたいですで。現在でもひしくではなく、ひさくという言い方をしても合っているようですね。それからひしのくの形ですね。 裏千家ではという言い方をしたらいいのかもしれませんがあの実際、使われているのが、まあ、基本、路用、風呂用そして差し通しという形で、まあ、3種類ぐらいしか使われていないかと思うんですけれども実際、利休さんが作ったのは釜に合わせて最初12種類。 後に15種類という形になりますが、えーと、釜に合わせて作るというのが基本だったようですで。その釜というのは何かと言いますと、下に書いてある通り、雲龍釜というのが大中小、それから丸釜、そして阿弥陀堂釜の大と小に小釜、そして尻張りり釜の大と小に予方釜、そして平釜の大と小。 合わせて12種類ですねそれに、えー、と大小の平丸釜と小丸釜というんでしょうかねその3種類が、えー、と追加されて計15種類という形で、えー、伝えられたようですでこの他にも同庵、あのー、とか千同庵ですね息子のそれとか孫の千宗丹それから織部や そういう人たちも自分の好み物を作るようになっていって、まあ、一時的にだとは思うんですけども120種類以上に分かれたこともあったようです。で具体的に何が違うかというのは右の方の表に一応受講型、女王型、離休藩型というようにして書いてはみたんですが、まあ、もし YouTube で見るとちょっと字が小さくて見えないかもしれませんが。 まあ、見れればいいなということで表にしてみました。で、まあ、この中で、えー、特徴的なものを挙げますと、宗、え、旦、ー、のものですね、これ、実は朱塗りでして、還暦用にあのなっています、柄の部分が裏面が黒く塗ってあるものですね。 まあえー、と原白の柄の,の太さが極端に違うものみたいな書き方しかしてませんけれどもあの塗り絵といってあの塗ったものですねそういうものがあります、えー、次回第7.9節茶花の種類と生け方」「床の成り立ち」についてですお楽しみに。